ありだー。はい、皆さんこんばんは、シスです。サガ・ザ・ステージガチャリアルクイーン編、ありが来ましたね。いや、もうさ、リアルクイーンというだけで引かざるを得ない私だけですかね、性癖ぶっ刺さり組なんですが、今回はね、もうちょっと冷静な目で見て性能で評価していこうかなというふうに思っております。あくまで私がこう思っているという個人的な評価にはなりますが、もしね、皆さんのガチャを引く参考にしていただけたら幸いです。今回もスタイルのいい面悪い面両方ね、話していこうかなというふうに思ってます。悪い面を話すのちょっとネガティブになってしまう部分もあるんですけども、いや、最近さ、やっぱジュエル結構絞られてるというのもあって、シビアな目線で見てガチャを厳選していく必要があるかなと。ネガティブな意見はそういうガチャ厳選に使っていただき、逆にね、ポジティブな意見の方は引けたスタイルの活躍の場みたいなところの参考になれば幸いです。もちろんね、私だけの意見だと不足してる部分、間違ってる部分あると思いますんで、コメントの方で補足いただけると幸いです。私もね、実際使ってみて、もし意見変わったりしたらコメントに追記していこうと思います。さあ、では実際の評価いってみましょう。評価基準は基本的には高難易度重視で評価してます。螺旋回路、高層ボス、水翼幻灯場、最果ての決戦と、あとは他高難易度の将来性と、一応周回、周回がさ、今回4ラウンド周回来ましたからね、ここも更新しなければいけないかもしれない。まずはリアルクイーン、アバロンを食い尽くす。いやー、あり街の人アリになるからな、めちゃくちゃ衝撃的っていうね。そして持ってきてるアビリティ、めちゃくちゃ衝撃的、かなり強いっすね。クイーンズボディ、ターン開始時自身の全能力アップ効果使用、バトル開始時から奇数ターンは自身の BP 回復プラ1、偶数ターンは自身の HP を効果小で回復、極小じゃなくて効果小で回復。で、さらに2番目、吸収の連機、攻撃命中時自身の HP を回復効果極小、さらに自身の BP を回復プラ1。そして最近恒例、めちゃくちゃ強いプロテクトハイテンション、効果特大余ダメージ非ダメージ軽減。いや、やってることやべえよな。クイーンズボディ長期戦で常にバフかかってるし、自身の HP も BP もどんどん回復していく。で、プロテクトハイテンション持ってるから地味に硬いし、攻撃力もまあまあまあある。クイーンズボディのバフも乗りますからね。ただ懸念点は、他人に干渉するアビリティがないっていうところですかね。やはり最近の流行りとしては、自分自身が強いのはもちろん、パーティーみんなに影響を及ぼすっていうのが強いよねっていう場所が多いんで、そういう面で見ると、まあ、自分は強いんだけどみたいなところありますよね。そして技の方、ディフェンスリキッド、 BP0 で打てる、ガードアップ小を付与する効果2ターン、BP0 技が威力 D でガードアップ作っていや、えげつねえよな。そして問題の2つ目、スケールバスター、攻撃命中時対象を麻痺、そして魅了状態にする。来ましたよ、魅了魅了来ちゃったよ。これマジでさ、次の幻灯魅了の可能性高くなってきましたよね。ロックブーケ、ジャミル、そして最新星王に続きリアルクイーンで、スケールバスターは覚醒すると BP9 の SS 単体技、そして最後クイーンズパニッシャー、これも覚醒すると BP9 全体ファストの威力 B 技、そしてスタン。いや、ファストの全体スタンは何気に便利ではある。で、一応評価の方になるんですが、螺旋回路は先ほど言ったように、やはり自分自身が強いだけでなく、まあ、最近で言うとやはり他人に影響を及ぼせないと
どうなんだろう、パーティー入りにくいかなみたいな印象があったので、まあちょっと使いにくいかなという評価にしました。で、追憶の検討上、ここは使えなくはない三角評価にしてます。もちろんめちゃくちゃ使えるとは思うんですが、まあなんといっても体術でライバルが多いっていうのと、最近はもう追憶の検討上結構余裕、ステーの上限突破とか結構余裕になってきて、火力をいかに出せるかみたいな方が結構な、防御もちろん、なんか防御最初の頃ってさ、まあディフェンス結構重要だよねみたいな話もあったんですが、なんかもう最近となってはいかに高ダメージでさっさと終わらすかみたいな面が出始めてきてしまっているんで、ちょっとそういった面で三角にしていますが、めちゃくちゃ追憶で活躍するキャラではあると思います。そして最果ての決戦と、ここも火力が命のステージなんでどうかと思ったんですが、まあ一応ファスト持ってるんで、ワンチャン使える可能性がある三角にしました。あまり早く動かない位置、後ろの方に置いて1ターン目ファスト打って、2ターン目は行動しないで、3ラウンド目はボスかなんかで、まあ、全員一斉に行動するよみたいな状況で、そこで SS 単体 BB級 技打てるんですよね。ファスト全体 BP級、 動かない、SS 単体 BP級 っていう動きに期待しての三角。まあ正直3ラウンド目は動かないで、1ラウンド目だけのファストでも十分、活躍する可能性はありますよね。で、高難易度将来性は三角かな。正直魅了を持ってるってところから、いや、なんか今後魅了追加されまくってるから、今後魅了活躍するんじゃねえ期待で丸つけたいくらいなんですが、まあ今のところは三角くらいに抑えました。高難易度適正がもちろんあるスタイルなんですが、ほんとね、最近高難易度適正あるスタイルめちゃくちゃ来てるんですよ。で、正直言うとリアルクイーンめちゃくちゃ刺さる場面っていうのが、まあ今のところないし、この流れで言ったら別にリアルクイーンじゃなくても同じような強い単体キャラっていうのは出てくる可能性もあるなと思って、三角使えなくはないにしてます。で、周回はね、まあ周回キャラじゃないから×にしましたね。いやー、でもリアルクイーンは状態以上麻痺魅了スタン持ってるし、 S スタイルから継承してくればデバフ技も結構使えるんですよ。だから現状刺さってなくても、わ、リアルクイーンいてよかったわみたいな場面がちょこちょこ出てきてもおかしくないスタイルかなとは思います。あと可愛いし。いや、当たりだよね。そして次、ダンターグ。リアルクイーンもちろん当たりだと思うんですが、個人的にダンターグ一番期待してる。今回のこの3キャラの中で私ダンターグに期待してるんですよ。あまりダンターグ期待してるって人見ないんですが、どう思いますでしょうか。いや、悪くない。何が悪くないかっていうと、アビリティ見てくれよ。めちゃくちゃ火力ある。めちゃくちゃ火力ある。マジで。攻撃時、余ダメ上昇、効果中、バトル開始時、BP プラ2。で、さらに、強襲4持ってて、ラウンド開始時ですが、効果極大、攻撃力アップ。で、終わらずに、効果中、効果極大、そして、プロテクトハイテンジの強化特大まで持ってきてる。どんだけ攻撃力上がるんだっていう。ただ技の方がまあ悪くはないんだけど、いまいちといえばいまいち、もうちょっとあればほんと強かったなっていう感じかもしれません。覚醒すると BP0 になる威力、いい技、ガードアップつくやつですね。もうなんかさっきも見たぞみたいな。おい、さっきさ、威力 D だったじゃん。なんかダンターグになったら威力 E に下がってんだけど。おい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 、ちょっとさ、まあね、でもめちゃくちゃアビリティ攻撃力乗るんで、実質効果 D と同じダメージ出ると思います。そして注目2番目、火花散らし。
これ前回も言いましたが、これ3ターン連続打てる全体技なんですよ。でダンターグめちゃくちゃ火力乗るんで、威力 C と言いながら結構いい火力出ると思うんですね。でこういう3ターン連続全体打てるキャラっていうのを2体並べてパン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 っていう3ラウンド6手周回が早くて結構個人的によく使っていたりするんですね。で重要になるのはこれです。火花チラシ、どんだけエフェクトが早いか、周回適性があるか。いや悪くないでしょ。ちょっとここまで、ちょっとこれな、ちょっとためがない、ため長いけど一発だし、ちょい長いかいやでも悪くないと思います。で最後が覚醒すると BP12 になる威力 D、横一列から、いや横一列がまずモラルアップ特大しつつからの、威力 SS 横技派生。いやこれね、マジパナイダメージ出ると思います。アビリティがまずめちゃくちゃ、ダメージアップ中極大特大乗りつつ、さらにモラルアップ特大からの SS なんで、いや相当やばい。1ターン目から打てる火力としてはもう横じゃなくて単体としても強い。でダンターグの評価なんですが、先ほど言ったように、3ラウンド周回火花チラシが使えるんで、丸使えるにしてます。そして2ラウンド周回適正、これ三角と迷ったんですが丸にしてます。三角と迷った理由としては、1ラウンド目このめちゃくちゃ強い横技一発で落とした後、2ラウンド目の行動がグリッターシェルっていう弱い行動になっちゃうんですよ。なんで一人周回には向いてないという意味では三角。ただ期待してるのは2人引率、で1ラウンド目はダンターグに落としてもらいつつ、2ラウンド目は、1人周回できなくて、まあ他のキャラが倒してくれるみたいな場面で、まあ使えるかなっていう期待を込めての丸。実質ちょ三角な気もしてるくらいの丸。まあでもダンターグは火力高いんで周回適性めちゃくちゃあると思います。そして周回適性がある、火力があるということは、同じく最果ての決戦とめちゃくちゃ使えると思ってます。いやめちゃくちゃと言ったら言い過ぎか。で丸にしてる理由としては、これいいところ、副属性凸だけじゃなくて熱ついてるんですよ。最果ての決戦闘において副属性は人権。ただ動き難しいっすよね。満点狙おうと思ったら、さっき言ったように一ちゃん強い技打った後グリッターシェル弱い技の行動になってしまうんで、満点狙うんだったらクリームヒルト1ラウンド目ディレイじゃねえや、ため攻撃打たして、2ラウンド目ダンターグ動いて3ラウンド目クリームヒルトに戻るとか、あとはめちゃくちゃシビアなスピード調整してグリッターシェル打たないようにするとか、工夫は必要かなというふうには思います。ただ正直満点狙わないというか、満点狙わなくても全報酬くらいでいいのであれば、普通に火花チラシ全体打ってるだけで活躍できると思います。そして追憶の幻灯状も丸。やっぱね、最近さっき言ったように火力が出ると追憶楽なんすわ。横攻撃はリアルクイーン戦、下のアリに打てば本体アリ2体巻き込んで、攻撃することも横技できますし、めちゃくちゃ火力特化と見せかけてプロテクトハイテンション持ってるんで、一応火ダメ軽減特大持ってるんですよ。いやー普通に最近のキャラクソ強いよな。でまあこういった火力キャラなんで、こう、螺旋回路高層ボスとか、まあ、他の高難易度ではちょっと使いにくいかなというふうに思って、使いにくい評価×としました。いやーさあ、フレイムタイラントさんが最初結構いらないこと見せかけながら最近活躍していたりするじゃないですか。なので同じ感じでダンターグも活躍するんじゃないかなというふうに思ってます。ただ一方で火力キャラっていうのはすぐ上位互換が出たりもするんで、
スルーしてもう後悔することはないのかなとも思ったりしてます。そして最後に嫌われ者の苦人氏へいや、サガザステージだからゲーム内のイメージと全く違うクジンシーさん出てきましたね。いや面白いよ、面白いっていうことはつまり強くないかもしれないけど、なんかロマン感じるよねこのキャラ。攻撃命中時対象の精神を低下、確率大、効果大、さらに攻撃命中時自身の BP を回復する確率大プラ2。確率大って 37% なんでしたっけ。そして2番目フェイタルリベンジ、直接攻撃に対してフェイタルスティールでカウンターする確率大。これも確率なんよね。ちなみにフェイタルスティールはあのめちゃくちゃ強い技っす、 SSS3S 技単体。そして、バトルハイテンション、いやここまでリアルクイーンもダンターグもプロテクトハイテンションだったんすよ。防御特大ついてたんすよ。いやーバトルハイテンションになっちゃってんだよな。攻撃の余ダメ上昇特大、そして、バトル開始時 BP プラ1。使い方としてはやっぱりこのフェイタルリベンジ、カウンターを生かしていくスタイルになると思います。で技の方リトルスティール、覚醒すると BP1 威力 E 単体、攻撃命中時対象を気絶させる、そして自身の HP 回復極小。まあ気絶はめったに効かないと思うから回復極小、まあ便利ですよね。打ちながら BP 溜まるっていう、欲を言えば覚醒したら BP0 だったら本当嬉しかった。そしてビクティムソード、ルートビッヒさんですね。自傷ダメージあるけど追撃シャドボまで入ってダメージ結構強いよっていう単体技ですかね。単体 B 覚醒すると BP5 で、単体威力 B 打ってからシャドウボルトプラス単体威力 C の追撃がある。でまあ一番の期待はこれっすよね、フェイタルスティール。覚醒すると BP11 威力 3S の単体技、攻撃命中時気絶確率大から、さらに自身の HP を回復効果小。だから理想的な動きを言えば、フェイタルリベンジ、これなんですよ。まあ攻撃を食らう位置において、位置に置いたら怪しいけど攻撃を食らってフェイタルスティール反撃して、自身 HP 回復、攻撃食らって反撃して自身 HP 回復、これっすよね。ただ狙われる位置において大丈夫なほど自身が硬くなさそうっていう懸念点が。で持ってる技単体っていうこともあって周回適戦×にしてます。で螺旋構想ボスに対してもまあ、ちょっと使いにくいかなと思いまして×で、高難易度将来性、いやーな、なんか刺さるとこ来ればっていうか来る未来が見えなかったんで、これもちょっと使いにくいにしました。で一方でワンチャンあると思うのが追憶と最果て。追憶の幻冬状程度、まあ特にリアルクイーン程度だったら十分耐えられると思いますし、まあうまく攻撃集まれば 3S 技、必ず発動するわけじゃないけど、まあ出て面白いかなっていう期待を込めた三角。そして最果ての決戦と陰属性を持っているという1点のみで一応三角にしました。いやー苦人氏面白いけどむずいよな。正直陰属性キャラ揃ってたら最果ての決戦闘でもほぼ出番ないと思いますし、追憶でも剣キャラ揃ってたら、苦人氏じゃなくていいかなっていうとこもありますし、いやぜひね皆さんコメントでクジンシーの面白い使い方ありましたら教えていただきたいというふうに思っております。というわけで今回サガザステージリアルクイーン編、私の、まあ、初見で見たガチャの印象スタイル評価はこんな感じになりました。キャラが好きだからリアルクイーンを引きたい、そして性能面で言うと火力特化のダンターグ、特に最近は最果ての決戦闘とか7段まで来て火力求められる場面が多いんで周回以外にも使えそうなダンターグ、
この2体は欲しいなというふうに思っています。ただ欲しいなではあるんですけども、必ず確保かと言われるとどうだろうと迷っていて、特にね、24日生放送後にもおそらくガチャがもう一個来そうな雰囲気あるじゃないですか。なので一旦はそこを待とうかなというふうに思ってます。デイリーの1日100円毎日ガチャで追いながら、リアルクイーンダンターグ追いながら、一旦は24日のガチャを待つで、即引くのは、次の動画で紹介すると思いますが、赤秀才ガチャの方、あっちはねちょっと即引こうかなというふうに思ってますんで、そちらのスタイル評価の動画も見ていただけるという嬉しいです。というわけで、スタイル評価以上になります。まだまだ私自身勉強不足な点があって、なかなかお役に立てる情報を出せない部分もあるんですが、頑張っていこうというふうに思っております。またコメントの方でぜひね、補足と、このスタイルこんな使い方できるから面白いよとか、いやー、このスタイルここがちょっといまいちなんだよねとか、情報の補足いただけると本当に嬉しいです。というわけで、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。